皆さんこんにちは、雨明かりしおんです。今日の旅明かりは埼玉県の深谷市に来ています。はい、最初に行くのはですね最初に行くのはここです。川本サングリーンパークです。今日は旅のしおりを作ってちょっと気合い入れてきました。いろいろ行くんですけど、ここはミニ鉄道が運転できたりするちっちゃい公園のような遊園地のような場所です。今日は勤労感謝の日なので、子供たちがたくさんいます。はい、まあ、たくさんいるって言ってもそうでもないんだけどね。じゃあ、パターゴルフとかいろいろあるのでちょっと遊んで回りたいと思います。あ、すごい。楽しいよ。結構ね、振動がすごい。ガタガタしてる。おー。すごい。のんきな音。わー。飛んでる。すごい。楽しい。はい、ちょっと練習したのであんまり力を入れないように頑張ってやりたいと思います。パターゴルフはだいたい5年ぶりくらいに前に家族で行った時にやりました。はい、空振りが多いんですがちょっと久しぶりということで目をつぶってください。はい、このパターゴルフの場所は私たちの前に一組いたんですけど、まあ、すぐにもう最後の方だったので私たちはこう一組でのびのびとやっていました。いろんなホールがありまして、曲がりくねってたりとかバンカーがあったりとか珍しいコースもありましたね。こういう木がたくさん生えてるっていうコースもあります。ちょっと難しいんですよね。はい、最終ホールです。最終ホールはまっすぐな道です。ホールインワンを狙って無理だったと。はい、白がホールインワンを最後に決めて終わりました。はマジックハウスに入ります。ふっかちゃんのマジックハウスです。じゃあ入ります。びっくりした。ねえ、怖い。この人どうしよう。これなんだろう。もうやだ。もうどうやって行くの。これどうやって行くの。怖いし。こうか。歪んで見える2直の線だって。ちょっと見せますね。はい、おじさんです。何これ、歪んで見えるわ。確かに。なんででしょうね。はい、こんにちは。袋なし関係。あ、なるほど、落ち着いてきました。喋ってないと生きていけないよ。あ、お客さん、何斜めです。楽しいな。あ、そうそう、プシュー系やめて。プシュー系なに、なに、もう室外機かよ。なんで揺れんの。いや、なんか揺れる揺れる、床が揺れる。
かしに来るじゃん。あ、出られました。え、でもまたなんかピエロとか言うんでしょ。対象年齢3歳だ、嘘つけ。はい、じゃあ川本サングリーンパークを楽しんだところで、次はご飯に行きたいと思います。ちょっとさっきのミラーハウスで私は疲れたのでお腹が空きました。じゃあ次のご飯のところに行きたいと思います。バイバイ。お次は道の駅花園の2階にあるふっかちゃんミュージアムにやってきました。クリスマス仕様になっているのが可愛いですよね。ふっかちゃんミュージアムではここでしか買えないふっかちゃんオリジナルグッズが買えちゃいます。本当にたくさんの種類がありました。これはふっかちゃんのクレーンゲームです。500円でグッズが取れるまで何度でも何度でも挑戦できます。私はこのふっかちゃんのぬいぐるみストラップを取ろうとしてます。2個いっぺんに欲しいと思ったんですけど、やっぱ欲張りは良くないですね。はい、ふっかちゃんのぬいぐるみストラップをゲットしました。運が良ければ2つ取れちゃうかもですね。スイーツとバラのリゾートランド花園フォレストに来ました。花園フォレストの中にピッコロというパン屋さんがあります。店内はちょうどお昼頃でたくさんの人でにぎわっていました。人が少なくなってきた頃を見計らって店内へ入ります。花園フォレストとベジタブルテーマパーク深谷のコラボパンが売っていました。購入したパンはホテルで夜ご飯として食べたいと思います。厚揚げを買いました。胡椒が乗ってます。いただきます。あ、本当に表面がパリッパリです。うん、うん。はい、お次は豆乳クリームコロッケです。いただきます。めっちゃ美味しいこれ。はい、次はお菓子の豆乳ドーナツのきなこ味です。あとはレモンとプレーンがありました。いただきます。結構サイズ、あれっぽい、あの給食の揚げパンみたいです。あれ、じゃあ、ご飯を食べた後は次の遊ぶ場所、遊ばないかホテルに行きたいと思います。じゃあちょっと食べます。はい、今日はすごい。グランドホテル深谷さんに泊まりたいと思います。じゃあそれではチェックインしてきます。ここかな。お、着いた。じゃあさてさて、靴を脱いで、かわいいよって。
ちゃんが覗いてじゃオープン。すごいかわいい。ふっか寝てる。ふっかちゃん寝てる。超かわいい。え、見て上すごい、めちゃくちゃ凝ってる。ふっかちゃんルームっていう部屋が何個かあって特別なお部屋らしいです。待って、ライト、ふっ、じゃじゃん、皆さん見てください、景色綺麗。はあ、すごい、景色も綺麗で、アメニティがこちらです。あ、櫛だ、かわいい、すごっ、ふっか水、はあ、あ、ユリの名産なんですよ深谷は。ふっかちゃんと渋沢栄一、あ、ほら、ユリの出荷量が全国1で、チューリップが2トン。ふっかちゃんの胸元のマークはこのなんか赤ウィンナーみたいなやつ、これチューリップなんですよね。かわいい、寝てる。じゃじゃーん、シオンとふっかちゃんです。これシオンが乗ってる風に見える。いい感じ、いいですね。じゃあお風呂も覗いてみましょう。お風呂どれ？これ？えい。あ、お風呂は普通ですね。あ、見て、でもシャンプーふっかちゃんだ。かわいい。いいですね。はい、じゃあそれではお風呂に入りたいと思います。ちょっとベッドにダイブしたいので、はい、お風呂に入ってきます。じゃあ絶景を見てまた後で、バイバイ。皆さんこんばんは、シオンです。はい、今は千円公園のイルミネーションに来ています。今は午後9時ぐらいです。じゃあ入りたいと思います。かわいい。いやー、すごい、きれい。うん、寒い。寒いです。富士山からこう川が流れ落ちてって、で、これが屋形船かなをイメージしてるっぽいです。すっごい綺麗。すっ綺麗。あ、これも川、全部川なんだね。ここはちょっとクリスマスっぽい感じです。サンタさんがいたり、ふかちゃんがいたり、全然クリスマス関係ない。ふかちゃんがいたり、かわいい。すごい、晴天をつけの渋沢栄一のイルミネーションもあります。なんかすごい。消えるんだけど。え、消え。まぶしかった。どう？映えてる？うまいの難しいですよね、絶対ないと思って。あと僕のこと入れる。でも個人的にあの川、東京フレンドパークみたいな川が大きい。あ、じゃあ向こう行っといて、ここからしてるから、あそこの中入っといて。はい、じゃあ向こう側は立てる。Thank you.
かちゃんのからくり時計と撮ってます。夜の綺麗なスポットを今回っていて、さっき千円公園のイルミネーションに来たんですけど、お次は深谷駅です。綺麗、ちょっとディズニー感ありますね。ウエスタンリバー、もう完全にディズニーだ。はい、ちょっと東京駅みたいな雰囲気だなって思った方がいると思うんですけど、東京駅は実は深谷の赤レンガを使っているんです。じゃじゃん。はい、イルミネーションを見て、深谷駅を見て、次にホテルに戻ってきました。はい、じゃあちょっとお腹も空いてきましたので、ご飯にしたいと思います。今日夜ご飯で食べるのは、花園フォレストさんの中に入ってるベーカリーピッコロさんで買ったもちもちネギバゲット、じゃじゃんと、このふっかちゃんパンを食べたいと思います。めちゃくちゃ可愛いですよね。なんかお取り置きしてくださってて、すっごいお店の店長さんが優しかったんですよ。で、なんかこれすごい作るの大変らしくて、1日10個ぐらいしか作ってないらしいんですよ。ちょっと取り置きしていただいて本当ありがとうございます。はい、じゃあ早速食べたいと思います。じゃあもちもちネギバゲットを食べようと思うんですが、見てください、このサイズ感で。ほら、顔がこうだから、こうかな、すごいすごい長いんですよ。いただきます。うん、中にウインナーが入ってます。チーズは結構もちもちしてるな。で、こちらがふっかちゃんパンです。見て、ふっかちゃんの形です。頭にふっていうクッキーが乗ってます。なんかこれすごい可愛いじゃないですか。だから店長さんにお話聞いたら、お店の皆さんで頑張って考えたやつだって言ってて、なんか話聞いてるとすごい、なんか旅あかりのことも埼玉応援してくれて本当に嬉しいって、すごい感動してくださったので、なんかいいな、あったかいなと思ってお店の人の話を聞いてました。じゃあちょっとふっかちゃんの顔食べちゃうのがなんかかわいそうだけど、でちょっと耳からかじらせてもらいます。うん、メロンパンです。ふっかちゃんメロンパン、ふっかちゃんパンっていう名前ですけど、メロンパンですね。はい、完食しました。ごちそうさまでした。すごい美味しかった。なんか見た目もかわいいんですけど、ちゃんと味も美味しいし、すごいお腹がいっぱいになりました。ぜひ皆さんも深谷に来た際には、花園フォレストさんの中にあるベーカリーピッコロさん、ぜひ訪れてみてください。すごい、天気を消すとこう夜空の星みたいに天井に緑色の星がたくさん見えます。あれふっかちゃんかな。すごい綺麗、プチプラネタリウム気分を味わえますね。このふっかちゃんかわいいな。よし、じゃあおやすみなさい。おはようございます。はい、今7時半です。
まあ軽くメイクして、あ、ふかちゃんだ。このふかちゃんルームについてるお食事券、ふっかちゃんルーム限定のお食事券があるらしいですちょっと楽しみにして、1階のレストランに行きたいと思います。よし、どんな朝ごはんでしょう。行きましょう。ふっかちゃんモーニングはこんな感じです。朝ごはんは美容にいいメニューと書いてありました。このポトフに入っている白キクラゲなんですけど、初めて食べたけど結構コリコリしてて美味しかったです。黒いのは食べたことあるんですけどね。このチーズフォンデュが正直きつくて、野菜の青臭さが強いのとチーズも粉っぽかったので個人的には苦手でした。私野菜この入ってるやつの中で人参だけ苦手なんですけど、この野菜スティックはどれもって感じでしたね。ちょっと顔が死んでますが、ケーキも人参ケーキなのですごく美味しいわけではありません。マカロンは抹茶っぽい味だったので普通に美味しく食べられました。野菜好きな人とか美容に全振りしたい人にはおすすめのモーニングです。渋沢栄一青天を衝け、大河文化や大河ドラマ館に来ています。館内は撮影禁止なので後でそうちょっとナレーションを入れたいと思います。じゃあ入っていきます。ドラマを見ていない人でもわかるようにあらすじや渋沢栄一に関する説明が貼られていました。ただの資料館ではなくてドラマの中のセットに入れたり衣装を見られたりするので、なんとなく社会科見学に来た気持ちになってワクワクする場所だなと感じました。はい、青天を衝けミュージアムに行ってきました。はい、お土産も買いました。青天を衝けの藍染めの印象が結構強かったですね。私ドラマを見てないんですけど、結構メイキングとかあと衣装とか結構見てない人でも分かるように書かれていて、なんか大河ドラマの雰囲気を味わえて楽しかったです。はい、着きました。次はじゃじゃん、わんぱくランドです。ふっかちゃんのちなんだ遊び場がたくさんあるみたいです。じゃあ遊んできます。かわいい迷路ですね。ちょっと日光を思い出します。200円入れて、いや私今トイレ行きたいからさ、ちゃんとできるかどうかさ、開くのかな。あ、開く開く。よし行くぞ。こっち行ってみよう。すごい、空が青い。え、待って、もう着いちゃうんじゃないのこれあら、行き止まりですね。いいんじゃないですか。お、なんか広い道に来ました。待って、
そこ間違ってるフィード。どうしよう。トイレ行きたい私は。え？やばい。難しい。ここ。ここになってる。ここになってる。ここになってる。なるほど。抜けるのいいんだな。抜けられた。なるほど。抜けられるんじゃない。来たー、やったー。見て、キリンと持ってきそうなんだけど。あ、めっちゃ眩しい。昨日のあの、あいつ一緒ですね。あの、びっくりレア。あ、なんか待って、漏れる。なんだ、これ出られるんじゃん。それ昨日のションベン小僧でしょ。よし、来たー、出口だ。やったー、出口です、出口です。よいしょ。あー、出られた。ちょっと難しかったな。はい、1時間ほどワンパクランドで遊びました。1時間遊んだんですけど、4組ぐらいにしか出会わなくて、あのすごい、あの人があんまりいないので、ぜひ皆さん来てください。楽しいんですよ、めっちゃ。あのレトロなのが好きな人は特におすすめです。ちなみに入園も無料なので、お値段もリーズナブルだし、さっき映した変わり種自転車もう可愛いし、あと迷路もね、意外とこうクオリティが高くて、こうリーズナブルなのに楽しめるので、ぜひお子さんとかと来てもいいですし、ね、なるべく早めに、10年後ちょっとあるかどうか分かんないので、来てみた方がいいと思います。じゃあまたね。深谷市、最後の観光はうどん茶屋三男坊さんに来ています。はい、ここはなんと地産地消のご飯が食べられるお店です。じゃあちょっとお腹すいたので、遊んだのでね、お腹すいたので入りたいと思います。レッツゴー。頼みます。店内はこんな感じ。お、深谷コロッケなんてあるんだ。はい、届きました。天ぷらと盛りうどんです。渋沢栄一のなんだ、箸袋です。わ、めちゃくちゃ美味しい。って皆さんネギだけだって思ってませんでしたか？そう、今回いろいろ回ったんですけど、深谷市にはいろいろ観光スポットがあるので、私のおすすめのスポットを紹介したと思うんですが、ぜひ、深谷に来た際にはネギだけじゃなくて、あー、風が聞こえる。目を向けてみて、風で聞こえるかな、大丈夫かな。はい、じゃあ、以上、